こんにちは、ドクターネックスです。さあ皆さん、2021年12月の31日、新しいガチャがやってきました。小説スピッツアーフォーエバーウィズユーコラボガチャアントールドストーリーズ3、必ずやりましょう。 See you まずこれをやらなきゃ始まらない。楽しませてもらうぜ。刀2本ってのも悪くねえな。ほら、若干時間かかるな。宇野さん、参りましょう。甘い、逃しませんよ。甘い、まだだ。やはり楽しいですね、戦いというのは。強えな逃しませんよ。甘い、さあそれでは行ってみましょうか。まずは初回10連無料。さあどんどんいくよ。20連。来たか。来ない。あ、単発も無料なんですね。単発も行きましょうか。まあそりゃそうっすね。はい、30連。40連、地獄鳥飛んで、3匹飛んで、だと本当はへこむんだよな。ようやく。過去の罪を理由に、世の変化を拒み続けるのは、怠惰というものだよ。はい、マユリス様。いいんだよ。折り踏みでも、2体以上来てもいいんだよ。できれば、時灘、あとは、月島さん、周平。これが欲しいですね。いや、確率ひどいな。確定枠です。唯一の確定枠。この世のどこにもねえよ。逃げ場なんてな。もうかっこよさ特化のスターク。危えるか。頼む、マジで2、3枚来てくれ。確率が割に合わん。ひどい。やばい、ここまでで、2体しか出てない。確率とは。マジでか、ちょっとどう、大丈夫、こっからね、確率は収束するから。こっから盛り返す。
これが俺らアランカルの三白刀解放だ。そのあっびっくりした。でそのそうか、ケンパチは新しいのと古いのがいるの。前己の揺らくに命を懸けの人生に何の意味がある。これはいいね、これは嬉しいぞ。ドギナだ。ようやく3枚抜き。これ100。100連まで1、2、3、4、5。5体。いや、まだこっからだよね。こっから盛り返すよね。2体、新キャラ2体出るまで終われまってんだよね。本当に、確率が悪い。120。こっから3枚抜きならしか。俺が思うに、心ってのは、ここにあるんだ。ふる。初期開演ですね。さあ、僕らのことなんて忘れて、新しい本とでも出会うことを祈るよ。月島さん、ようやくでもこれでレベル2。ちょっと待ってくださいね。あのね、俺のスマホの画面が暗すぎて、ちょっと待ってください。あの、もうオートでゼロになってた。そりゃ見えねえわけだもん。130。来たよ。運命とはまるでチョコラテに混ぜられたリーカルのように。人生を味わい深く変えるものだ。ドンパニーニ。はい、130連して新キャラ2体はまだ出ず。さあやべえよ。140。ここまでかなり確率は負けている。150。僕らのことなんて忘れて、新しい本とでも出会うことを祈るよ。月島さんはこのバトルで使う予定なんで助かる。さあ、手持ちの霊力が160。さて、一番強いのはドイツだ。古い方のケンパチですね。今欲しいのはオリジナルケンパチですね。70。月島さん演出からの月島さんとかください。王に背く不届き、塵となって英語を食いよ。このバラは強いんだな。レベル1だったんで
基本僕小説キャラってレベル1のはずなんだよね。さあここで受け取る。ああ雫がたくさんもらえますね。棒読み、683まで回復した。心置きなく楽しめそうですね。ようやく1体目、宇野花さん。いや、3枚抜きとか。宇野花さん3枚抜きとか、わけわからんことになってください。刀2本ってのにはなれねえが、こいつはなんだかしっくりきやがるぜ。来たわ、いっぺんに来たわ。あの人の下で戦って死ぬ。それだけだ。さて、一番強いのはドイツだ。さあ、なかなかに、なかなかにいい引きじゃねえか。どうしよっかな。今月島さんが2体、時灘1体、時灘今確か俺レベル3だった気が、ああいたいた、次でレベル前でしょ。もうちょっと頑張りたいで、月島さんはレベル1のはず。レベル3になるでしょ。で、他めぼしいのはいねえのか。スターク、マユリ、ドルドーニ、バラカン。もうちょっといっちゃうか。お布施だ、お布施。久しぶりにあれ、月々の舞ってもうなくなっちゃったけども、霊玉が。ああここもらっちゃうか。あえて取っとくか。ちょっと課金しますかね。少々お待ちください。さあ購入履歴今いくら入れたんだ。パック3体と、リンク外機、これで2万、シルバーと新春パック、萌えパックで、約4万ぐらいですかね。はい、4万ぐらい入れてきました。じゃあお布施しましょう。200連。俺の千の刃にその一本の刀で挑むことがどれだけ無謀なことか。俺をなめた。千本桜。小説ケンパチが出すぎだろう。今回のも小説ケンパチだけど、オリパチかな。オリジナルケンパチでオリパチでいいんじゃないですかね。210。刀2本ってのにはなれねえが、こいつはなんだかしっくりきやがるぜ。
はい、折り八。俺はね、この刀にその人、平和のため、宇野花さんがいいんだよね。隠密軌道だぜ。まあ、何回にしようかな。月島さんか時灘が出たら終わりたいんだな。あと出てないのはあれもですね、周平。過去に疑問があるのかい。ここからの月島さん演出熱い。戦う時は常に全力だ。他に戦いようを知らない。即茶道。汚れのすべて。私がお前に力を貸さぬ限り挽回はできぬ。その他枠2体っていうね。言うてでも時灘今使うかっつうと使わないんだよな。あれなんか今使う時あったっけな。死神キラーの時に使ったっけ。死神キラー青の時に サブで使ってるっけ。今使わないね。使う？ブルーのアイゼンノエルでおしまいな気がする。じゃあ追わなくていいか。で月島さんは なんかおかしい。もう会心で防御でってやるのでいいかなっていう気がするな。なんでこれついてんだ。なんかの実験した時かな。いや月島さんここから2体取るのも難しいしな。もうここで置いとくか。後半出たよなこれでな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,
追うかどうか迷う。いや、ケンパチもなあ、バトルに入れるつもりがないんだな。むしろ宇野花さんは今週のグルバトル入れたいぐらいにいい性能をしてるんですけど、迷うな。あとは、欲しかったのは周平。周平は単純に必殺技レベルを上げたいっていうところがあったんですよね。出てないのは周平と、彦根。ああ、平子も出てねえな。平子も強いんだよな。必殺技レベル上げられれば。結構
構その他枠が来てますね。マジでいらないその他枠、本当に邪魔。 8%、 8% は超えられたけど、いやまあ時灘は結局レベルマシンも使わないことが分かったんで別にいいや。狙うとしたら月島さん、宇野花さん、周平平子、使わないか平子も、平子も結局あれ、あれいつの間にこんなにでした？え、何の時に？レベルマじゃん。あと1で。それは結構熱いな。全然、マジで覚えてないんだけど、いつ俺引いたんだこれ。周平は1なんだよな。周平は1なんだよな。まあ諦めるか。いや上等だと思うんです。現状の結果はかなり上々なんで、宇野花さん使ってみてほしいと思えば単発で、まあ、ピックアップを狙うという感じで、そうか、少々お待ちください。はい、どちらもレベル200に上げてきました。そしてこれで無事コンプリート継続、2021年半ばから始まったこのコンプリート継続していきました。1840体すべて揃えて2022年を迎えることができます。ありがとうございます。これからも頑張っていきます。いやー、まあ、7月終わりからだったかな、あのコンプし始めたのね。いやー頑張りましたねこれね。7月終わり6月ん覚えてねえや。まあ大体半ばぐらいからっていうイメージ。はい。まあ宇野花さん使ってみて、実際使ってみて、ああ、もっとこれ強くしたいなっていう気持ちになりました。予想以上に使いやすい感じでしたね。いやー迷うわ。どうしようかな。追加で引きたくなっちゃうな。うん、ケンパチよりも宇野花さんがいいなと思いますね。はい。とりあえず、今年の動画はこれでラストになります。まあ、言うてね、明日もまたすぐ動画上げますけれども、今年1年皆さんどうもお疲れ様でした。プレソルはかなり落ち目で、クラブもかなり落ち目ですけれども、ユーザーが頑張って支えていくしかないんじゃないのかなと。まあ、支えていくにもちょっとなんか、ダメな点が多すぎてね、ちょっと、っていうとこですけども、まあ、変わらず楽しんでいきたいと思います。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。お疲れ様でした。